初期ルネサンス音楽の学派で15世紀に現在のベルギー・オランダルクセンブルクとフランス東北部を中心としたブルゴーニュ広告で活躍した作曲家たちを言う。ギオーム・デュファイ・ジル・バンショはアントワーヌ・ビュー・ノアが代表的な作曲家である。かつてはルネサンス音楽のブルゴーニュ学派とフランドル学派を合わせてネーデルランド学派と呼ばれていた。 ブルゴーニュ学派を代表するデュファイとショはブルゴーニュは現在はフランス中東部の一地方に過ぎないが14世紀から15世紀にはこの地方で繁栄した大公国だった。フランドルでは中世以来フランスを中心に発達していたイソリズムなどのポリフォニーが盛んであった。ブルゴーニュ学派の先駆けであるデュファイは若い頃イタリアに滞在し、 トレチェント音楽の旋律も学ぶとともに、英仏館の百年戦争末期の休戦期に大陸に滞在していたイギリスの作曲家、ジョン・ダンスタブルなどからイギリスで発達していた3度、6度の和音を学ぶことでルネサンス音楽を開拓した。ブルゴー入学派の宗教曲ではミサ通常文をまとめて作曲した通作ミサやモテットが作曲された。通作ミサでは、 ブルゴーニュ学派の音楽家たちは、各学賞に音楽的な関連を求め、音楽作品としての統一を行った循環ミサ曲を多く作るようになった。世俗歌曲では、中世のバラード、ビルレー、ロンドンなどの形式を持ちつつ、最上西部を声で歌い、下部の二世に楽器を交えて演奏する独自の三世のシャンソンが作られた。ありがとうございます。